今日何日だっけ、7日か2日前じゃない、あれ今日何日ですか、7日だ。ロックの日なの。緑です、緑チェックの。なんか吸収しそうな生地、去年買ったやつです。なんかね、去年これも GU だった気がする。私 GU のパジャマめっちゃ愛してるんですよ。めちゃめちゃ可愛い GU のパジャマチェックです。ハートありがとうございます。なんかね、なんか前もちょっと買おうか迷って結局ちょっと買わなかったんですけど、可愛いサンリオのパジャマが GU で出てて、ちょっとタキシードサムがあったら絶対買ったんですけど、でもなんかタキシードサムじゃなくてももうなんだろう、買いたくなるような、そうパジャマ、え、めちゃめちゃ GU 可愛いよ。いくら、え、忘れちゃった。でもそんな高くないよ、うん、結構お手頃な値段です。ハートありがとうございます。そうなんだ、うん、今日飲んでるのはハワイアンブルーソーダみたいなやつなんだっけ忘れちゃった、ブルーハワイ、あ、ハワイアンブルー、どっちか分からんけどソーダです。氷入ってる。ちょっとあのこれ中も青いけどさ、その飲み物も青いからさ全部青なんですけど、ブルーハワイ、ハワイアンブルー、どっちか分からん、なんかソーダです。あの自動販売機で買った、めっちゃ美味しい。私青い飲み物に惹かれるんですよ。いや、これはね普通のねソーダみたいなやつです。ブルーハワイ、チェリオのやつ、え、そうかもしれません。え、じゃあガブ飲みのやつかな、忘れちゃった。青い飲み物好き。なんでさ青い飲み物にさ惹かれるのかな。青いさ食べ物とかにあんま惹かれないじゃん。ご飯とかもさ青ってなんか、まあ、一般的になんかあんまりこう食欲を増す色ではないじゃないですか。なのにさ飲み物はなんでこんなにさ青い飲み物が飲みたくなるのかな。 STU だからえ、 STU だからなの。お腹鳴った、くるくる、なんでなんだろう、食欲減退効果あるよね、たまに青いカレーみたいなの、わかんないけど、もうなんかすごい青い飲み物に惹かれる。清涼感増し増し。飲み物惹かれるでしょ。え、好きでしょみんな。青い飲み物好きですか。かき氷とかもさ、なんかお祭りとかのかき氷私めっちゃ好きよ。なんていうは、ブルーハワイですか、あ、何でしたっけ。ものによる、そうでもない、分かれるんだ結構意見。私みんな好きだと思ってた。
そうでもない。ベってやると青くなる。これくらいじゃならん。美味しい。これこれサム、かわいい。メロンソーダ好き。青いソーダもあるよね。なんか触覚が消えた。帰ってきて触覚。あっかんべ。橋で。あ、ロックタワーありがとう。上満さん。な、うん？ありがとうございます。モヒカン？え、そうなの、これモヒカンな。ありがとうございます。ありがとうわ。そしてシンジさん、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。ひそひそ？え、そうだよ、ひそひそだよ。ちょっと待って、書こう。なんかさ、私のさ配信壇上読まないの。もうずっとさ壇上読んでないんだけどさ、さもうずっと読んでないの。なんか基本結構みんな読むじゃん壇上。でもなんかいつからかさ壇上読むのやめちゃったの。でさ、まあ、さなんかいろいろまた読もうかなってさ思った時もあったんだよね結構。でさなんかさ、まあ、なんかいろいろ工夫しようかなって考えてて、読むんだったらもうなんか右から左に読もうかなみたいなもうなんか左から右とかなんかこうやって読もうかなって、こうペペ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 ペって斬新ランダム。うん、あり？読む時間？え、さーっと読む？あ、なんか9位限定。9位難しい。9位予測するの難しいね。トリンキー？今日のラッキーナンバー？ちょっと待ってね。ウエマンさん。あ、モヒカンだっけ？モヒカン。なんかどう思う？私
私もねできることならね読みたいよ。素晴らしく素晴らしくすごく待ってモヒカンって難しい。こうか。あまり考えすぎず楽しくね。本当にそうですよ。ありがとうございます。すごい待って、このクマよく見たらさ、ピアス、これピアスかな、ここのやつかな、なんかついてる。ロックだわ。かわいい。チェーンもついてる。そう、どこについてる？分からん。ありがとうございます。にゃーん。ロックンロール楽しくしてね。ありがとう。嬉しいよ嬉しいよ。ありがとう。上満さん、ありがとうございます。ありがとう。なんかちょっとこの髪が黄色いけさ、あの顔が顔色がめちゃめちゃ悪くなりますけど。うまい。三味線みたい。おい、確かに三味線みたい。日本ですね。ありがとう、頑張る。ありがとう。ありがとうございます。くれれ。ワロック？とてもいいですね。ワロックってあるのかな。すごい60日なんか本当は途切れてるはずなんですけど、ちょっと60日なんか救済処置がたまたまあって60日なんですよね。そう、ありがとうございます。おめ、ありがとう。そうなんですよ。そう、私のねこの間ねびっくりした話します。あの平和記念公園、広島にあるんですけど、平和記念公園のにいつじゃないわ何時だったかな、7時ぐらい、夜の7時ぐらい、8時とかちょっと暗くなり始めたなぐらいの時に平和記念公園のとこ通ったんですよ。そしたらなんか、まあ、昼間は結構ハトがいるじゃないですか。でなんか夜もなんか鳥がいるな、なんか飛んでるなと思って見たんですよ。そしたらまさかの
あのコウモリが飛んでて、私広島コウモリいるんだみたいな、そんな平和記念公園にコウモリっているんやと思ってめっちゃびっくりして、そうコウモリがいるの、めっちゃ、しかも1匹とかじゃなくていっぱいいたの、コウモリ飛んでた、いる、知らなかったの、なんかあんまりじっくり見たことがなくて、なんかバサバサ飛んどるなと思って、夜コウモリいるよ、どこでもいる？でもさ、その平和記念公園にコウモリがいるっていう事実にちょっとびっくりしてですね、石投げるとついてくるよ、どういうこと？恨みってことね違う、なんで？石に呼び寄せられるの？かわいいよね、なんかさ、なんだろうね、あの形、変わった形してるよね、触っちゃダメよ、そんな触れる距離じゃなかったんですよ、全然飛んでてすごいと思って、夜しか見かけない、夜行性？コウモリさ、金の上に泊まるとき逆さまに泊まるの知ってた？やばくない？普通にさ飛んでるのにさ、泊まるとき逆さまに泊まるのなんでなんだろうね、やばいよね、頭に血昇るよ、逆さまになりすぎたら。知ってる？知ってる？コウモリは血を吸う、ドラキュラじゃん、コウモリ見たことない、コウモリ私もそんな見たことないよ、もう初めて見たんかな、いやそうでもないか、コウモリの顔はめちゃめちゃ可愛い、本当に可愛い、可愛いよ、コウモリの画像出そうと調べたんだよ、かわいい、めっちゃかわいい、見てこれ、すごくない、私これさっきずっとこの画像見てて、すごーみたいな、コウモリ見て、仁王立ち、ちょっと待って、私さ今さ、あの検索履歴がさ、もうさニンニクばっかり調べてるから恥ずかしいんだよね、今めっちゃ今ニンニク見えなかった、ちょっと恥ずかしい、めっちゃさ検索履歴さニンニクばっかり調べててさ、刻みニンニク、ニンニク合う料理みたいな、やばいやばい、ニンニク、ちょっとニンニクに取りつかれてるんですよ今、なんかあの刻みニンニクをがもう美味しすぎて、私あれ一瓶食べてしまうんじゃないかってレベルでニンニクにハマっちゃって、ずっとニンニク合う料理、ニンニクニンニク、ちょっと恥ずかしい、ニンニクの履歴が、はい、シンジさんありがとうございます。ドラキュラの苦手なもの、ニンニク苦手な、そうなん、ドラキュア対策、そうなんですか、ありがとうございます、ありがとうございます、そうだよ、そうなの、知らなかった、
肉めっちゃ美味しいよね。なんかあの刻みニンニクがめっちゃ好きなんですよ。もうあれ一個であの全然味ついてるし、あのなんかちょっとしょっぱいんですよね。なんであれにもご飯で食べれるし、全然なんかもうあれ万能すぎてめっちゃ好きなの。本当に美味しい。うん、刻みニンニク、あれめっちゃ美味しいよ。食べたら止まらんなるけど心配です。私だからニンニクのね、なんかあのニンニク食べ過ぎどうなるかとかめっちゃ検索したもん。食べ過ぎ、まあどんな食べ物も食べ過ぎは良くないんですけどね。どうなるか、なんかお腹壊すとかもなんか書いてあったよ。ニンニクの食べ過ぎ。でもなんか1日何辺だったっけな、何辺、なんかこの何ですか、肩っていう字、一辺二辺の何辺までだったっけな、なんかあんまり食べれなかったよ1日の規定量ニンニクは。だからニンニクのホイル焼きとか食べるときどうするんだろうってめっちゃ思った。いや超えてないと思う。私あんまニンニクを食べないようにはちょっと気をつけてて、なんか結構匂い強いじゃないですか。だからなんか休みの日にしようとかすごい考えて食べるんですけど、そう食べ出したらめっちゃもう好きってなっちゃう。あでも最近確かにマスクしてるからあれだね、わかんないよね。おめありがとうございます。ニンニク食べたでしょと言われる。いやあなたが食べたんじゃないっていう文句じゃないや、セリフはどうですか、言い返し、あなたが食べたんじゃない、あなたもニンニクの匂いするよ、あのニンニクのニンニク食べてニンニク食べたって言われたら、いや私もニンニクの匂いすると思ってたけどあなたが食べたんじゃないちょっともう言っちゃう、逆に言っちゃう。そしたらえ私みたいな。ニンニクで返す、ニンニク返しする。かもしくはえだよね、誰かニンニク食べたよね絶対っていうあの逃げるときは絶対誰かニンニク食べたよ、私もニンニクの匂いすると思ったもんね。えたくさんありがとうございます。まあ、私の場合はニンニク食べて人にもし会うってなったら先にカミングアウトします。いやニンニクめっちゃ食べたんやけどニンニクの匂いする私みたいな、先に言ってしまえばなんかえ全然わかんないよって言われたらすごい安心するし、えもう先に言っちゃった方がいいよこれは。私はこうやって乗り切ります。先にニンニク食べたことを言っちゃう。これが良いですとても。かあのニンニク食べたんだけどちょっとニンニクの匂いしたらごめんねって。いいじゃないか別に。
いいじゃないか。かもうニンニクを持っていくしかないね、その人に。どうぞニンニクです、あなたも食べましょう。あなたも食べましょうね。なんでニンニクになったんだっけ。あ、検索履歴。あ、そうだ、なんだっけ、コウモリがニンニク苦手なんだっけ。もうコウモリってニンニク食べんよね。え、ニンニクを食べたらコウモリ近づかなくなるのかな。近づかれたこともないんですけど。あ、ドラキュラ。え、ドラキュラとコウモリは別物ですよね。ドラキュラの話なの。あ、ドラキュラですか。ドラキュラ、え、でもさ、ドラキュラっていないですよね。いないですよね。え、いないですよね。あ、でもいるのかな、ワンちゃん。いる？私漫画とかでしか見たことないかも。いるの？そうな。日本にはいなさそう。え、そうな。え、そうなんですか。いるんだって、ドラキュラ。ドラキュラ伯爵。え、いいよね。私なんか伯爵とかさ、そういうのめっちゃすごいなんか惹かれるの。伯爵、伯爵って何。ドラキュラ。あ、貴族のことなの。あ、そうなの。なんかすごいおしゃれなイメージがあります。ドラキュラいるな。え、あれですか、それは生態が本当にドラキュラなのか、あの人間だけど一応主食とかは血で、あのドラキュラっぽく生活してる人ですか。どっち。いるってのは何。ドラキュラ人間じゃないよ。そうなん。でも見た目は人間なんじゃろ。トマトジュースで生活してる。まさかの裏側、ドラキュラの裏側が。そうなの。なんか一時期私ドラキュラの映画、映画じゃないや、漫画読んでたんですよ。なんかドラキュラ、ドラキュラだっけあれ、吸血鬼か。吸血鬼とドラキュラ一緒ですよね。なんか漫画読んでて。なんか少女漫画。あのドラキュラの恋みたいな。なんかすごいあの、ちょっと恋が入った、ちょっとなんだろう、複雑な少女漫画読んでた。
なんかあのハーフみたいな、ドラキュラとハーフみたいな。ヴァンパイア。いないと思ってた。いるんだね。いつのだっけな。なんか前巻読んだんだけどな。どんなやつだったっけな。結末は、なんか結末はなんかドラキュラヴァンパイア界と人間界みたいな感じで対立していて、でなんか人間界は女の子が一人いるの。その子は普通に人間界で暮らしてるんだけど、なんかあのハーフで、実はドラキュラと人間のハーフの女の子がいて、でその人が人間の、男の人と恋をするみたいな感じの物語だったと思う。ハッピーエンドだったかな。ハッピーエンドだったと思う。なんか微妙だった終わり方、なんか含みを持たせて終わる終わり方だったんで、ちょっとハッピーエンドと見せかけて謎でしたね。いやなんかハッピーエンドな、多分 95% ハッピーエンドだけど 5% ちょっと負の終わり方だった。負っていうかなんか微妙。そういうのあるよね、ハッピーエンド。まさにハッピーエンド、幸せな終わりと幸せの終わり、ハッピーエンド。続きそうな、いやようわからん、多分そんな続いてないと思う。ハッピーエンドって曲なんか知ってる？なんかね、映画の曲で使われてたの、ハッピーエンド。知ってる？ハッピーエンド違い？ハッピーエンド違いじゃないの？でもハッピーエンドって曲確かにいっぱいありそうだな。曲ってさ、めっちゃ被るじゃん。ハッピーエンド違いでした。本当ありがとうございます。ね、あるよね。おめありがとうございます。AKB さんの曲は、なんか私ね、
なんか曲をねめっちゃ聴いてて AKB さんので、なんか全然知らない曲めっちゃあるので、あこれも知らない曲だなとかって思って聴いたら、めっちゃ聴いたことある曲で、えなんか聴いたことあるなと思ったら、なんか結構前になんかずっとお母さんがその車でずっとアルバムとかをなんかずっと流してたんですよ、そのAKB さんの曲を。でなんか後からタイトルを知る曲がよくあって、あこれなんとかって曲なんやみたいな。そうなんかお母さんがいつもこう車で流してくれてたの。そうだから、あこれそう耳がそう耳は覚えてるけど、あの曲名とか何も思わずにちっちゃい頃ファンファンファンって聞いてたから、そうだからめっちゃそういう曲があって、そうお母さん、母さんそうですね、だって何きっかけなんだろう、お母さんきっかけかって言われたらちょっと難しいですけど、うん、うん、お母さんそうだよ、 AKB さん好きだよ、神曲たち、いやなんだっけな、アルバムここにいたことんだっけ、少女たちよから入るやつとかめっちゃ大人になって検索して、あお母さんこのアルバム流してたんだとかめっちゃ思う。誰推し？お母さん？え、わかんない。誰推しなんだろう。でもゆいゆいさんめっちゃお母さん好き。オーバーテイク、え、オーバーテイクいいよね。私も大好き、オーバーテイク。ハイスクールデイズ？ハイスクールデイズ？研究生の曲？好き。入ってんのかなショールームに。わかんないけど、アルバム曲あのあれも好き、あの全然違うんですけど、なんだっけな、さくらんぼ、さくらんぼじゃない、なんだっけな、さくらんぼ、さくらんぼなんだっけな、あのこのアルバムじゃなくて、なん、なんだっけな、さくらんぼとこ、あ、さくらんぼと孤独か、え、違うか、さくらんぼと孤独かな、思い出せない、研究生のやつだった気がする、これも AKB さんめっちゃ好きです、なんかメロディーが好き、ね、あと何分、いや AKB さんの曲多いからさ、全然自分もさ、そう未だに全然、
さくらんぼと孤独だと思う。何分？ 2 分だって。懐かしい。あ、そう、あのアボカドとか入ってるアルバムいいね。 STU もちょっとアルバムをね出したいですねアルバムといえば STU もアルバム出したい。アルバムを出せるくらい曲をたくさんね、出したいね。願望です。出せますように。あと1分だって。ね、6枚シングル出てるもんね。いや待って、めっちゃギリギリまで喋っちゃった。結局お疲れ様です。今日も一日。じゃあ今日はあのコウモリのことを皆さん見ながら寝てくださいなぜコウモリは逆さまに止まるのか、今日のあの宿題です。おやすみ。おやすみなさい。